竜頭の滝は、栃木県日光市にある滝。奥日光地域を代表する滝の一つで、下言滝、湯滝と共に、奥日光三名曝の一つとされている。標高は1350メートル。滝全長は210メートル。滝幅は10メートル。竜頭の滝、竜頭の滝湯の湖に橋を発し、戦場が原を流れ下ってきた湯川の抜流にかかる滝。 長さ約210メートルの急斜面を途中で二手に分かれ、まるで大岩を噛むように豪快に流れ下る。竜図の名前は、二枝に分かれた滝を、正面から見た姿を、竜の頭に見立てたものとされ、二手の流れをげに見立てたとも、中央の岩を頭部に見立てたとも言われる。滝は、下流側正面の干拓台から眺めるのが良いと言われるが、東側面には散策路があり、 急流状になっている滝を側面から見ることもできる。かつては上流部の一部を流雲滝と呼び分け、滝下流部と区別していた時期もあったという。流図の滝の黒々とした岩壁は、南大山の火山活動の末期に噴出した、冷災都市の軽い支流が形成したもので、かつて巨大な湖だった戦場が原を埋め尽くしたものが、ここまで流れ下ってきたものである。 滝を下った湯川はすぐ下流で地獄川の右支流となり0 5トル先で中禅寺湖に流入している。新緑や筒ジの柵、季節、紅葉の景観が見ごろであると言われ、その時期には観光客で賑わう。奥日光一帯では紅葉が訪れる時期が最も早い場所でもある。明治の文豪である高田露藩もこの滝の自然の造形を絶賛した。 東武鉄道東武日光駅から東武バス日光で竜頭の滝下車徒歩1分。ありがとうございます。